お前、サラダなのか？やっぱりここだったか。サラダ、あんた何勝手してんの？すまねえ、サスケ。少し遅れちまった。ナルト、これはどういうことだ？なぜ子供たちを連れてき、パパに、パパに会いに来たの。七代目がパパに会うの知ってたから、後を追いかけてきたの。どうしても聞きたいことがあって、私のママって、本当のママなの？答えてよ！本当のママかどうか！パパがずっといないじゃん！どうしてママと一緒にいてあげないの？娘の顔も忘れててどうでもいいってこと？この私と同じメガネかけてるパパの隣の女の人は何？こんなこと娘の私がママに聞けると思う？ママは何も言わないし、パパはずっといないし、ママもパパも信じられないし。一体、パパは本当はどこにいて何してるの？お前には関係のないことだ。もういい。おい、さすがにデリカシーなさすぎ。サラダにだけは話しておいた方がいいんじゃねえのか？お前が里に帰らないわけをよ。家に寄ってったって罰は当たんねえだろ。世界を滅ぼしかけたあのかぐやをも脅かす存在がこうしている間にも生まれているかもしれないんだ。これは俺の償いの旅でもある。なあサスケ、俺も一緒に。お前は火影として里を守れ。かぐやの痕跡を調べられるのはリンネガンを持つ俺だけだ。せめてサラダにだけ。いつか恨まれるかもしんねえぞ。それでも未来は明るい方がいい。あいつにはサクラがついている。心配はない。